皆さんご機嫌ですか？トムジボです。なんだか最近忙しくてネタ集めどころか動画すらまともに投稿できなくなっています。こういう時私はボケてに頼ります。というわけでボケてツッコミ第90弾いってみたいと思います。いつも動画楽しみにしてくれる皆さん、本当に本当にどうもありがとうございます。それでは本編の方行ってみましょう。ポチッとな。ちょ、引いてる引いてる、大事故だよ。最後の一人、もはやゲーム。笑ったやつ消費税 80% な。オーケー、絶対笑わねえわ。ここは私がみたいなやりとりかな。ポイントカードは俺が出すから。金出せや。なんかとってもためになること言ってくれそうですね。害すれば必ず人は賞も出す。期待した俺がバカだった。あなたがふんころがしマンね。え、どういうこと？なんでアンパンマンがそんな名前で呼ばれてんの？お前ら陰で俺のことなんて呼んでるか怒らないから正直に言ってみ。そういうことかよ。ふんころがしマンはひどい。何これ、ターザンかな。タカ&トシ。トシー、さっきはぶってごめんね。悪いことをしたらちゃんと謝りましょう。そしたらきっと相手も許してくれるはず。これから弁護士を通して話しますよ。許す気ねえ。ハッピーエンドにうんちしてたら幽霊が現れたけど。こわ、これどうやったらハッピーエンドになんだ。女性だったので興奮した。メンタルの方がお化けだった。ちょっと見てくださいこれ。わあ、1万円札がいっぱい。どう見ても偽物じゃねえか。使うなよ、犯罪者になるぞ。これを憎いやつに渡せばいいんだな。まあ、頭いいな。昨日転校してきた美咲、すごいテクニックだな。俺にもすごいテクニックを教えてくれよ。俺1年生の時からいるよ。影薄いにも程がある。1分です。1分あれば。1分で相手を倒しちゃうってこと？さすが沙織さん、強すぎる。アメリカに勝てます。規模が違う。仮面ライダーが必死に何かを検索していますね。正義の味方は何を調べんだろう。変身解き方。コンビニすら行けねえ。吉田さんが狙われてる。さすがの吉田さんもスナイパーには勝てないだろう。これはまさに絶体絶命。あれ、今当たったよね。この人の倒し方を教えてください。